リアンだよ。ピリカだよ。ところでさ、リアンくん、最近変わったことない？どうしたの突然、うん、特に変わったことはないけど。そんなわけないよ。変わったでしょ、いろいろと。歌ってみたやったり、生放送やったり、ラストピリオドが第2部になったり。確かにいろいろあったね。だよね、ラストピリオドも第2部になったし。あ、その声もしかして、ちくわ大名人ピリコだよ。おふん、今日はカカリアンズの2人に指令を持ってきたんだ。名付けてラストピリオド第2部遊んでみた。どうどう、引き受けてくれるかな。やります。じゃあ2人にはピリコからのミッションを通じてラスピリ第2部の面白いところをピリッと紹介してもらっちゃおう。名付けてピリコからのミッション、ラスピリ第2部に潜む面白さを調査せよ。それじゃあ早速行ってみよう。はーい、カカリアンズ。というわけで、はい、今回はラストピリオドの第2部を紹介するよ。ピリコちゃんからのミッションももらってきたよ。まずはバトルを遊んで3つのミッションを達成しよう、だって。バトルだね。オッケー。じゃあカリンのパーティーを使ってやってみよう。はい、これが私の姫王とイケメンたちパーティー。第2部に入ってから推しのフィオ様たちにボイスがついて、ついつい楽しくて聞いちゃうんだよね。特にスキルのボイスは圧巻だよね。うん、より魅力が伝わりやすくなってプレイもきっと盛り上がるはず。よし、私たちの強さを見せてあげる。はい、クエストスタート。スタート。何度戦ってんの。強そうな敵だね。でも負けるわけにはいかないよね。うん、まずはミッションその1、長押しガードを成功させよう。長押しガード、新しく入ったガードシステムだね。うん、今まではタイミングでガードしてたけど、うんうん、長押しにも対応したんだよ。盾で守りながら相手の隙をつく、つまりチンベイとローチンだね。チンベイでさばき、ローチンでつく。それは違うと思うな。というかチンベイとローチンって何？リアン君知らないの？守りながら戦う琉球古武術の基本戦術だよ。カリンのやつ、あの独自のフォームに変えて急に伸びてきたよな。あいつの実家が古武術の道場やってるらしいわ。カリンにとってあのフォームが自然体なんや。それじゃあカリン、長押しガードをやってみよう。ちょっとリアくん、もうちょっとちゃんと突っ込んでよ。よし、じゃあウィンターくん頑張れ。まずは攻撃して、はい、こっからだよ。こう今の見た、いいね。長押しガードすごいやりやすそう。待って、もう一回やるからちょっと待ってね。あ、スキル発動します。はい、はい、かっこいい、かっこいい、きた。よいしょ。こうやってね、こうやってあらかじめ押しとけば大丈夫なの。あらかじめ便利だね。大丈夫なの。ひひ、そろそろ決めてやるね。かっこいい。くるよ。よいしょ、よいしょ。だからあらかじめこうやってガードをしておけば長押しがガードはバッチリやりやすい。いけ、よし、ミタ君頑張った。最後はスキルでフィニッシュ。かっこいい。わー、やったー、やったー、ったいやー、激戦だったね。よかった、よかった、クリアできて。それではミッション次行ってみる。はい、それではミッションその2、はい、15チェインをつなげてみよう。15チェインなんて余裕だよ。じゃあリアン君にチャレンジしてもらおうか。ちょ、カーリン、迂闊なこと言わない方がいいよ。どんどんハードルが上がっていく気がする。大丈夫大丈夫、リアン君なら50チェインくらいなんて余裕だよ。いい、周りに敵が多すぎない？っていうか、いつの間に50チェインになってるよね。じゃあ早速頑張っていきましょう。目指せ50チェイン。それじゃあ始めます。はい、いくよ。15チェイン、うん、15チェインで50チェインだっけ。頑張って頑張って、いけるいける。あーあーあー、頑張れ。あーよいしょー、ガードガードガード、あー危ない危ない危ない、怖い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 、待って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 、え、ついてる、続いてる、あー、切れちゃった。全然
50行ってなかったよ。15ぐらい行った？行ってなかったよ。行ってなかった。もう一回頑張って。マリアン君再挑戦。はい、もう一回お願いします。厳しいな。いけるいける。リア君ならいけるよ。それじゃあ行きます。はーい。スタート。スタート。行きます。そのためにピリオドになったんだから。うわあ。その程度。ダメだ。えい。はい。えい。かけてかけて。じゃあ。あ、そうそう。ああああとちょっと。いけあ、いけたいけた。いけた。ガード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 。まだまだだよ、まだ8チェインだよ。まだ。早く早く。もう持たないよ。集中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 。回復待って、回復ユニットいないこれ。ちょっともうそれどころじゃないよ本当にもう。あ、いつの間にか切れてるチェイン。2だ、3、4、あ、ゼロだ。すいませんでした。あ、リアン君、50チェインどころか15チェインもいかなかったじゃん。もうダメな気がする。ダメダメだね、リアン君。かわいそうだから10チェインにおまけしてあげるよ。慈悲をかけていただき感謝します。よかったね、リアン君。このピリコちゃんの慈悲に報いるしかないよ。10チェインなら、うん、なんとかなんとか。ちなみに敵が弱すぎるとオーバーキルになっちゃって10チェインできないので、ちょっと難易度をアルティメットからルナティックに変更しました。それじゃあ行きます。行きます。いい、ガードとターゲットを合わせることだよ。よし、大丈夫。やるよ、大丈夫。ああ、付き合う気はない。はい。頑張れ、はい、頑張れ。はい。頑張れ。はい。あ、何ちゃん？6でした。6。もう一回。頑張って。はい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 。2回攻撃だからね、2回攻撃。そうそうそう。そうそう、1回目でガード外しちゃダメなんだ。はい、6、はい、7、はい、8。うう、これをガードして、ガードガード。はい、9、はい、10。あ、やったー、いたいたいた。ちょっとオーバーキルって表示になったけど、いったよね。いった、いける、いった。行った？一応行ったかな。しょうがないな。じゃあリアン君も頑張ってくれたし、おまけにおまけして9チェインとオーバーキルで成功ってことにしましょう。やったー、やったー、やったー。大変だった。なんとかやりきれたね。さすがはピリコちゃん、慈悲深かったね。いや、僕には鬼に見えたけどね。でも広報ならこれくらいできなくちゃだよね。私たちももっとレベルアップしよう。未だ登り始めたばかりだね、僕たちの広報坂は。あ、ちょっとそれ打ち切りっぽいのでやめていただけますか。台本 NG 出てたと思いますけど。急によそよそしくならないでよ。カカリアンズ、ではでは最後のミッション、スフィアとスキルを使ってボスを倒してみよう。なんとラスピリでは第2部になってからチェインの途中も含めて好きなタイミングでスフィアを使えるようになったんだ、うん、しかもスキルにはボイス付き。スフィアで能力アップしたり SP を上げたりして、かっこいいスキルで一気に敵を倒そう。イエーイ、イエーイ。 でもこの敵新章のボスだよね。すっごく凶悪そうだけど、私たちに倒せるかな。大丈夫だよカリン、うん、僕たちには奥の手、うん、必勝法がある。え、それは何なの、リア君。もしかして私たち電子思考存在ならではの攻略法があるとか。それはね、カリン、何回でもコンティニューしていいってピリコちゃんが言ってた。私の求めてた答えと違う。カカリアンズ。ああ、僕がやるのか。頑張れ頑張れ。いきます。ゴー。お、いきなりスフィアで回復する。
ゃない？ねえねえねえ、あーあーねえ、いい、ちょっと待って、回復したい。さっき回復の手を使っちゃった。スキルで誰か回復、いない、サポーターいないじゃん、このメンバー。そんな、なんで、だってボイス回復回復回復、いない。あーほら、チェインも、待って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 、あーやめて。デクスさんガッツ、さすがデクスさん、いいよいいよ。ほら攻撃アップのスキルあるよ、発動しよう。待って、よしよしよし、ディフェンダーだから自分も回復できるんだね。なるほど。でも周りのキャラは回復できないんだよな。やめてー、あー強いよー。ここからだよ、ここからだね。かっこいい、かっこいい。でもこれしか減らない。全然減ってないよ。リハくん、ちゃんとチェインつなげてよ。あー、ごめんなさい。あー、よしよし、頑張れ。チェインつなげながら、ほら、いつでもスフィア発動できるんだよ。チェインをつなげつつ、合間でスフィアを発動する。結構大変だよね。これがラスピルクロートだよ。あー、強いよー。あー、サポーターがいれば回復できるのに。回復、あー、ここからだよ、ここからだね。あー、いけ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 、これでやっと5分の3くらいかぐらいかな。まだ、あ、もうこれでガッツが潰れる。カリン、ここからだよ、ここからだね。僕は行くよ、うん、使うよ、うん、もういけるでしょ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 。アイスコフィン来たー、アイスコフィン、かっこいい。でもまあまあまあ、コンボはちゃんとガードしてるから、コンボは繋がってるから、チェインはちょっと繋がってないけど。頑張って頑張って、もう交番切るってことは倒せた、倒せた、倒せた、やったついに倒せたね。いや、何度コンティニューしたことか。死にゲーってこんな気分なんだね。さすがは絶望の物語、今までの放送より難易度高かったね。ほうほうほう、それは違うのじゃぞ、カリン、リアン。その声はラスピリ仙人。確かに、お主たちには荷が重い任務じゃった。しかし、お主たちはある種の縛りプレイをしておったのじゃ。そう、ボイス付きのユニットだけでの攻略という縛りプレイをの。確かに、お願いします、せめてサポーターを、ボイス付きのサポーターをください。そうすれば、私たちもこんなに無駄にルナストーンを砕くことはなかったんです。ふむ、ラスピリの運営さんに要望しておくかの。ま、あやつらのことじゃ、きっと今に有用なユニットを用意してくれるじゃろう。千人、ほほほ、よきかな、よきかな。だけど、この時僕たちは知る由もなかった。新規星5ピックアップガチャで、私たちは謎の大爆死を遂げることに。カカリアンズ放送局第2部、爆死広報の末路、2019年10月配信予定。ところでこのお芝居、いつまでやればいいのかな。まあいいか。それじゃあみんな、バイバーイ。